おはようございます。いきなり回すもん、マリスタイルティーチャー第2回でございます。先週のおさらいとしてはですね、ラップをする人、ラップができる人っていうのではなく、より魅力的な人間になっていくことが大事なんではないかということになりました。大丈夫ですか？一応これあれですよね、あのまたいでもう来週になってるから、先週のやつがすごい興味あるっていう人しか見てないってことですよね。そうですね、もう誰も見てないかもしれない。いや本当よ、不安しかないし、何度の雑の終わり方みたいなのありますけど、いや、ヒロシさんと喋ったら俺もなんかバラエティ番組みたいな感じで喋りになるのかと思ってましたけど、なんなかったです。いや、それはあの、もうここもしですけど、あなた次第よ。松島さん次第じゃないですか、それはもう。テレビで見てたら、こいつの今の返し変だろとかって思うけど、はいはい、実際、はい、じゃああなたもやってみてくださいって言われたら、マジで全然できないですね。めっちゃむずい。だからその、本家フリースタイルフィーチャーでもワイプのこともね、松島さん言ってるじゃないですか。うん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 、ワイプはこうあるべきだみたいな、うん、あんなん絶対松島さん一番できないですからね。いやできないと思う。松島さんの表情1個しかないですよ、基本的に。顔1個ですからね。いい、も僕も見てて思いますけど、それよく言われるんですよね。いや本当っすよ、何考えてるか分かんないとか。いやワイプにダメ出ししてる誰、いや本当誰がダメ出ししてんのよですよ。表情ゼロの人が、いや本当に青山テルマさんは表情豊かでみたいな、リアクションが良かったですけど、ジブさんはあんまりでした。いや誰が言ってんだってみんな突っ込んでますよ多分。おー、いやいいですね。いやラッパーとしていろいろ教えてくださいね。お笑い好きにすぐ行っちゃうから。それそうですね、はい、でフリースタイルティーチャーのですね、僕一番良くないなって思うのは、あのみんな仲良くないとこだと思うんですよ。はあ、もしあの8人でずっとやっていくんだとしたら、うん、あのティーチャー同士も仲良くなんなきゃダメだし、ああ、そう、スチューデント同士もそうだし、ティーチャーとスチューデントも仲良くなんなきゃダメだと思うんですよね。でもヒップホップの企画って大体そうなんですけど、ラップってなんかよくわかんないけど、あんまり舐めてたらすげえ怒られたりするんでしょっていうのと、この人たちよくわかんないけどすごい人たちなんでしょっていう風に扱われるんですよね、ラッパーって。うん、確かにありますね。その、まあそこの4人に選ばれてるからにはね、うんうん、まあ、僕はちょびっとだけ知ってますけど、超偉い人たちなんでしょ、うんうん、にはなります。多分ラップ知らなくて見てる人も、それじゃあやっぱ面白くないんですよね。ラッパーにこう権限持たせちゃダメなんですよ、ああいう番組で。ラップを教える時だけガチで教えて、あとはなんか殴られたりとか。いや、ダメよ、色々とよ、コンプラとか。あのヘイヘイヘイなんですよ、本当は。あ、ヘイヘイヘイのダウンタウンさんみたいにみんながやれば、あの8人でもっと面白くなるんですけど、なんかこう全員恐縮してるみたいな。いや確かにそうなんですよ。匠さんとかにそれこそラッパーとか叩いてほしいですよね。そうなんですよ、うん、それがねあったらいいのにっていうことですね。まずラップを教えていく前に、あの信頼関係を築いていこうと。はい、じゃビールいただけますか。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。僕はやっぱバトル自体に、まあ、反対派なんですよね。いや出てるでしょ、出てはいるじゃないですか。しかもなんかたまに YouTube でもこれがちょっと勝っていきたいんですみたいな言うじゃないですか。そうっすね、なんかでもなんていうのかな、そのバトルって本当もっとすげえ、なんていうのかな、一ラップ歌手の中でもすごいサブジャンルっていうかなんですってね。僕はもうバトルから入っちゃったんであれなんですけど、うん、本当はその音源、よくラップバトルでも言うじゃないですか、音源聞けとか、お前ライブ出てねえじゃねえかとか、そこなんですよね、きっと大事なのがね。だと思うんですよね、なんかしかもその知らないやつと悪口言い合うっていうのも全然意味わかんないし、メンタル弱い人見たら嫌な気持ちになると思いますよね。でもそれを、でも松島さんもやっぱ 言ってもやっぱりそのアメトークじゃないですけど、ラップバトルで知られてるみたいな側面もあるから、めっちゃでかいじゃないですか。感謝もしてるじゃないですか、バトルに。まあ感謝してますよ。なんかでも、なんていうのかな、そのなんていうのかな、ネタ書く方が偉いみたいな、うん、多分芸人さんで言われる。知らないとこにポンって言われて、ツッコミ、じゃあツッコミしてきてくださいって言ってツッコミ上手い人も多分優れてると思うんですけど、家でずっとネタ書いてる人の方がなんか価値高い感じしません？はい、あの位が高いですね。実際にそうだと思います、あのこっちの側の世界でも。なんかそれみたいなことが起きてて、
あいつ突っ込んでばっかりだけど全然漫才書かないよなみたいな、これは深いよ、なるほどっすね、ことになってると思うんですよ、うん、芸人っていう時点でもうかなりきついですもんね。そうですよ、もう滑るの禁止じゃないですか、芸人ですって言ったら。おかしいっすよね。でも最近は減りましたけどね、本当にもう、うん、あの北海道だといまだにやっぱ芸人って言っただけで面白いことやれとか、うん、かなり の強めの無茶ぶりきますけど、まあ今は少なくなりましたけどね。大変なんですよ芸人さんも、本当に売れてないとなおさらね、職業でお笑いっていう時点でもう滑ってますもんね。やめてくださいよ、滑ってはいないでしょ今もう現状。滑ってますこれ。いや、わかんないです、わかんないです。職業芸人でも松島さん好きでしょ。いや、好きですけど、これから面白いこと言いますって言うのって絶対ダメじゃないですか。そう言ってるんですよね。あの、職業芸人なんですけどって言うとまだかっこいいですけど、確かにそれって、なんていうんですか、直訳すると面白いこと言う人ですって言ってるんで、もう滑りに行ってるんですよね、確かに。それは本当にそう。なんかやっぱりその、まあ千原ジュニアさんとか松本人志さんとかたまに大喜利出すじゃないですか、一本グランプリとかでも。たまに、まあまあ、あのその時とかもめっちゃハードル下げますもんね。お松本人志さんの大喜利の出し方マジ、いや俺とかも一応考えてみたんやけどみたいな。まあまあまあね、うん、俺が一番お笑いキングやっていうことを、まあ、一回なくしていや、まあ一応俺とかもまあちょっと考えてみたんだけどって出すっていう、あれですよね、必要な。そういうの言わないのが良さだから。まあでも説明するとそうですよね。あのやっぱね、でもかわいそうっすよ、かわいそうって言っても私みたいなあれですけど、もう金王様であるってみんな知ってるから、やっぱ王様ですって出したら絶対辛いじゃないですか。やっぱ滑っちゃうんですよね。だから一応その、まあ、言われたから考えたんやけどですよね。いいじゃないですか。蔵王のジュニアさんとかもあの女子アナに言われるまで自分のこと出さないんですよね。ジュニアさんもやってくださいよって、俺もやるのみたいなこと言って絶対もう前から考えてたやつ、って言って出すっていうあれですよね。まあ、MC バトルはだから一本グランプリかもしれないですね。もう漫才もコントもライブもやったことないのに大喜利ばっかりずっと家でやってる人が、じゃあこの人面白いお笑い芸人なのかってなったら違うと思うんですよね。まだ実際なんかミュージシャンとかそういう劇団員が大喜利やるみたいなライブもありますからね。それとか大喜利だけ強くなることもまあ、まあ、なんて可能っちゃ可能っすよね。まあ、しますね、大喜利やってますけど。あとモノマネ芸人のトークが面白いのかみたいなとこだと思っていて、でやっぱラッパーも本質的には芸人さんと一緒で、喋って面白いとか、こうなんか全然かっこよくないのにすごいかっこよく感じちゃうみたいな部分がやっぱ必要だと思うんですよね。なんかダイエットばっかりしてる女の子とデートしてもつまんないみたいな。つまんないですね。それだったらなんか好きな食べ物いっぱい食べてる子とデートした方が面白いみたいな。そればっかりやってて綺麗だけど、それが果たしてその人の魅力になるのかみたいなのってあると思うんですよね。うん、それではまた来週です。いや、もう終わり方